座るっていう、これ皆さん椅子に座ってますよね。座る時に、皆さんどっちかに体が動いて左に動いたり、足を組む方もいらっしゃいますよね。無意識にこの足を組むっていうことは、左に体重が乗ってて、もう体重が全部左軸になるためにこの右を組みます。で、足を組んでいくとますます体は歪んできます。だから足を組まないように意識するっていうことは、もう足を組む癖の方は歪んでいるということになりますよね。そんなところを気をつけましょう。そして座った時に、どうしても肩がこうもう落ちてる人ね、それと肩が前に出てる人、こういうふうな癖が出てきます。これは肩が下がってるのはやはり左の方に体重が乗ってる方で、肩落ちてきます。そうすると首をまっすぐに、そのこう曲がってきますので、首で方向を変えるので首が痛くなります。そんなようなところがあります。しんどくなって心の不調が出てきます。重たいな。だから体をまっすぐ軸に整えるっていう練習は今日もしてみたいと思います。今日は、腰辺、腰を座るということで月に陽と書きます。腰、月の要、ここが一番大事なんです。で、ここにひっついてる股関節っていうところが緩んだりしっかり踏めるということが大事になる。で、腰を大事なんです。その次に大事なのは呼吸です。自分の呼吸が速くなったりイライラすると、この呼吸が落ち着かなくなります。ちょっと呼吸の練習もしてみましょう。まず腰を前に、椅子にからちょっと離れて10センチほど座りましょう。その時に手もダラーンとしてください。力が入ると肩に力入って、頭に入って、目に入って、微妙なところで人間は体のバランスを整えてますので、リラックスするということは呼吸と一緒に大事になります。顔もまっすぐにしていただいて、ゆっくり吸いましょう。鼻から吸って、でその時ゆっくり一旦止めて、ゆっくり口からその吐き出す感じがリラックスになります。一生懸命生きてた方にどうしても力が入って力を抜けます。そうするとますますどっかに力が入ってしんどくなるっていうのは人間の体です。だから呼吸をゆっくり吸って、その時に肩の力が抜ける、指先が抜ける、お腹のところだけに力が入る。これが昔の丹田。武士はここだけに力を入れて生きているので、試合に勝ったり勝負で勝つ、この丹田、お腹の真ん中のところの力に入れるということが昔から大事にされていることです。でもう一度ゆっくり吸って、でこの少し今肩落ちましたね。皆さんちょっとここが落ちるということがリラックスです。これが身体感覚ということで、落ちなければならないということはないです。自然と自分で意識して、ああ肩落ちたな、でも右肩まだ力入るよねって、こんな体の感じを、自分の体の感じていくことを深めていくことを、心がリラックスしてだんだん嫌なことも感じなくなります。それでは今力が入っているところは、少し足先に入ったり、体がまだ後ろになるので腰がまだ使ってないので、左の方にいっぺん腰を曲げてみましょう。ゆっくりお尻で左で踏みしめてますか。ゆっくりで結構ですよ。慌てない、左の外側でお尻踏んで、はい、元に戻りましょう。この右の方です。ぐーっと、あ、右はやっぱり踏めてないな、お尻の硬さがあって、こっちはちょっときついなとか分かったりします。はい、と戻りましょう。で、一旦戻った時、呼吸をゆっくり整えて、とリラックスして身体感覚を整えることが大事。もう一回左に行きましょう。その時に左の足の外側で踏んでる、左のお尻の外側で踏んでる手はリラックス、あ、外でやって右の脇が伸びてきた、右の首が伸びてきたと意識すること、
そんで左のお尻、ああ、お尻でしっかり踏んだって、俺は踏んでるよなっていうことの自覚ができたりします。はい、今度は右いきますよ。右の外が、足の右足の外が力を抜いて、ぐっと右の方にもっともっと、首もリラックス。力を入れない、肩も入れない。それが踏み締めです。はい、それでは体をちょっとお尻、左右やってお尻を包む。両方使ってみましょう。両方にお尻をこうやるとだんだん自分の左肩が前に行ってるのかな、どっちが肩が前に行ってるのかな、背中が反ってるのかな、お尻の前で踏んでるのかな、後ろで踏んでるのかなっていう癖が分かります。そんな癖を意識することはすごい大事です。はい、それではお尻を両方踏んでますよね。皆さん天地から前にで背中に反らない、前に体が屈にならない、首はまっすぐしてそのまま腰をぐーっと前に入れましょう。足は広いで開けとっていいです。思いっきり広げてとって股の中に腰が入る感じでぐーっとね、一旦止めましょう。で呼吸をふーっとして、その時にちょっと緩みます。股関節が、股関節ね、どっちかが硬くてどっちかが柔らかいです。もうちょっといきましょう。そこで痛みが出たりします。その痛みを味わうことがまた自分を緩めることになる。でふーっといって、あ、動いたよね、腰の突っ張りとか背中の突っ張りとか首の突っ張りとか感じていただいて、ゆっくり戻りましょう。でゆっくり呼吸して、でお腹の方で踏んでるという踏み締めが味わえると思います。それが踏み締めで軸が作っていきます。この軸作りが自分で今負けないとかいろんなことに立ち向かうことにも挑戦もできます。もう一回前にグーッといきましょう。そうですね、そこで止めて背中のお尻の感じ突っ張ってないですか、肩もうちょっと前に行きましょう。そう、ここ一旦止めて股関節を感じてみてください。そうですね、足をしっかり踏み締めてますね、力抜けてますね、いいですよ。もう一個、そう、足に力入ってきましたね、それが踏み締めです。いろんなものに立ち向かってますね、すごくいいです。もうちょっと前に行って力抜いて、でお腹の方に力入れて戻って、軸ができましたね。それが体の軸です。とってもいいです。今度はちょっと体を斜めに入れます。左の肩をこう置いてこのままぐーっと曲げていきましょう。左の股関節は硬くないですか、緩めます。首も近づけていきます。右の背中の方が伸びたりします。ぐーっと、あ、首が伸びてきたな、お尻がしっかり踏めてる、股関節がぐーっと前に行けたな、戻しましょう。股関節使いましたね、力も入っているんです。今度は右側です。右側に手を置いてそのまま斜めに回転して、ぐーっと肩の力を抜く、そうです、股関節を入れましょう。首が、左側の腰が伸びたかな、左の背中伸びたかな、脇伸びたかな、はい、ちょっといきましょう。股関節を左右を使うことになります。今度はもう一回同じことしましょう。はい、左の手を置いて、左の股に入れて、肩をぐーっと前に入れて、そう、ぐーっと右の方の股関節、背中、首を伸ばしてゆっくり緩めていきましょう。ゆっくり立てましょう。股関節を使ったことになる、その感じはどうでしたか。左の伸びた股関節、背中、意識してください。この右が開きますね、手を置いて、右の股関節使いますよ。左のお尻が伸びてきます。また背中、首全部伸びたところを意識してください。はい、ゆっくり戻りましょう。はい、左右の股が緩んでしっかり腰で今は立った感じがします。今度は癖の回転があるので苦手な方をしっかり意識してください。右の方が多分前に出てる人、左の方が前に出てる人いま
ますが、まず右から回転するままゆっくり手は横に置いてぐっと回転、お尻は前です。ずっと首だけ回って背中の方緩む感じを味わってみましょう。胸突っ張ってないですか？背中の方回転きついなっていうところもあって、ちょっと力緩めて、またちょっと動いたな、それが動いたっていう形です。で少し待ってゆっくり戻した、筋肉が緩んだ感じになります。で呼吸をしてと丹念に力、体がリラックスしてきます。今度は反対観点、反対の方に左の方に回転して背中の感じは突っ張ってないですか？首は力抜けてますか？肩とも少し止めて、もう一回回転しましょう。足で踏ん張って、背中がだんだん緩んできます。でゆっくり戻しましょう。股関節が緩んできたと思います。これで最後もう一回前にしてダラーンとして、ゆっくり前に行きましょう。そう、首はまっすぐで一回止めましょう。でそのまま前にぐーっとお尻がいって、だんだん自分の軸がまっすぐなってきたような気がします。最初の時より曲がりやすいな、お尻で踏みやすいなっていう風になっていきます。で腰の方にゆっくり頭、お尻軸にして、ゆっくり呼吸でお腹の丹田に近いとしましょう。あったかい感じ、リラックスした感じ、いかがでしたか？体のこのような身体感覚に意識してやってみてください。普段どうしても無理に力が入ったり、人と会うということはストレスもかかります。その中で自分を普段あるがままでリラックスして身体感覚を高めると、少しずつストレスもこのコロナにも負けないと思います。また次回肩編とか立位編、いろんなシリーズがありますので、またやってみましょう。コロナに負けずに皆さん、イエイ。